僕は恋に落ちていたんだろう。前触れもなくごく自然に頭の中には君がいる。誰かを思う気持ちが光ならば苦しくて辛いのが光の影。光は強くなるほど影はひどく僕の後ろ側をついてくる。ありふれた日々の中に差し込む光。思えば強く思うほど涙を運ぶ影僕らをつなぐ糸を断ち切れたなら逃げ出して今すぐ楽になるの。光が強くなるほど僕は戸惑い悩み暗闇に迷い込む。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。もう久しぶりですね。はい、今日の曲は、C&K の光と影。いい曲だね。いい曲ですね。あれだよね、あの久しぶりじゃん。はい、相当久しぶりですよ、動画上げるのも。もうなんかあの活動してんじゃねえ、してないんじゃねえかっていうさ。そうですね。でもあの一応ちょい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 集まっているんですよね。そう、なんかだけど全員は集まれないね、数人で、でちょっとトライはしてみたもののなかなか撮れない、動画がなかなか撮れずで。チャレンジはいっぱいしてるんだよね。そうですね、いろんな曲ね、本当に。洋楽も、洋楽洋楽なんかやりましたあ、やってないね、嘘ついちゃった、まあ、なんかちょっと嘘ついちゃった。なんでちょっと嘘ついたんですか。盛りたくなったんだよ、まあ、きっとね、久しぶりだから、久しぶりだからちょっと強く見せたくなっちゃったんですね。あ、これいつぶりですか、動画で。あ、でもこれ2019初めての動画じゃない。明けましておめでとうございます。いや、もう2月よ。いや、本当ですよね。そんなのとっくの、そうですね、うん、そんなのとっくのとこに通り過ぎましたね。いや、そうだね、もう本当。あと今年も
10ヶ月ぐらい。だいぶ先ですね。それはまだ始まった方が近いですよ。そうか。それは始まった方が近いです。どうでした最近は、何してました？いやもう寒いからもうどこにも出かけない。冬はもう引きこもりで。そうなりますね。うん、どこ行った？僕はちょっと某観光地で。箱根。なんで言うんですか、某観光地って言ってんのにすぐ。箱根だよね。箱根でちょっと働いてましたね。お仕事させてもらって、でそれが終わってちょうど帰ってきて次の日ぐらいです今。あ、よかったね。終わったところですね、ちょうど、うんうん、でこれから、うん、まあなんかちょっと冷えくくないな、これまた久しぶりの懐かしいですね。ちょっと疲れてます。疲れてるよ、だってもう今何時よ。今リアルタイムで言うと12時半ですね。あーもういかん。夜中のいかんいかん。久しぶりに撮れてよかったですね、動画なんとか出せそうで、まあ、ノルマを達成した感じがあるよね、無理やり。久しぶりにとりあえずもうとにかく動画を出そうと。やっぱり応援してくれてる人とか再生してくれてる人とかで、あんまり出してないとね、ほんと登録者がどんどん減っていくのよ。常にマイナス、そうマイナス6マイナス7、どんどん減っていく。ちょっと悲しくなってくるから、まあそれなりでも出し続けるということが、そうですね、継続は力なりということが、もうそう俺の言葉だね。みんな言ってますよそれは。誰でも、そうだね、誰でも言うやつですよこれ。そうそうそう。でもせっかくだから、僕せっかく今回歌ったし、チャッチャッっていうのもやったし。あ、そうだね、はい、だからちょっと自分でも自分の SNS でちょっと拡散しようかな、宣伝しようかなって。ああ、しようしようしよう。でもみるみる減ってるから、さすがにちょっと活動したいんですよ、てかしてるんですよ。で、ライブもやりたいの。はい。ちょ、最近あいみょん。あいみょん挑戦中ですね、うん、なかなか難しいです。あいみょん、私歌おうかっていう子がいたらいいのに。いや、それ助かりますね。そしたら僕ら演奏するから、ボーカルで歌ってもらって。もういろんなこと試したい。そうですね、ちょっとこう、マンネリはしてないですけど、なんかいろんなことしてみたいなっていうところはあるから、だからこういうなんかチャッチャとかやってみたんですよね。そう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 。シャーンとか、でなんかなんかね、まあ、メッセージでも DM でも何でもいいから。そうですね、コメントでも、あいみょんを歌わせろと。もう別にあいみょんじゃなくてもいいですけど。いや、例えばよ、はいはいはい、俺らが今やろうとしてるのがあいみょん。そうですね、挑戦してみようかなと思ったけど、やっぱ男の人が歌うにはちょっと違うじゃん。高いですからね。あとキャリーパミューパミューとかでもいいですもんね。うん、それは分かんないけど、ニンジャリバンバンみたいな。いやいや、それはちょっと俺あんまりそんな聞いてないからさ。パフュームパフュームとか、うん、なんで言いにくい人ばっかり。わかんないけど、今パッて思いつくのが。言いにくい人シリーズじゃないんだから。いやいやいや、なんかパッて思い浮かばないんですけど、そういう歌いたいっていうのがあれば、川原智美とか。あ、それ普通に篠原涼子とか、あと安室奈美恵とか。で、歌ってもらえるとすごい助かるかなっていうのは思うよね。なんか参加したいからいいですよね。なんか別にずーっとやるわけじゃないよ。だから今日、そうですそうです、楽しくちょっと暇だから寄ってみましょう、やってみたいですとか、それこそギター弾きたいですとか、暇だから、いつ誰でもちゃっちゃならできるし、この暇だから寄ってみましょう、ボタン押せばみたいなね、はい、暇だから寄ってみましたとか。いや、本当もういろんな、キーボード弾きたいですけど、もう何でもいい、いろんなことをねやっていきたいと思ってますので、そうね、ちょっと久しぶりになりましたが、また次まだ生きてますよってこと、生きてます、活動してますよってことです。皆さんに元気な姿をお見せできればなと思って、そうね、動画出したんで、また次いつか分かんないですけどね。いや、もうどん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 上げます。そうですね、どん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 、僕も帰ってきたんで箱根から、うん、こっちにね、またリクエストがあればお願いします。お願いします、うん、じゃあこんな感じで、こんな感じで久しぶりなんで、ちょっとなんか、はい、申し訳ない。疲れが出ちゃってますね、疲れが出ちゃってるんだよ今日。だって結局何時間いたんですか。6時間6時間以上いるよ。そうですね、うん、ということで、はい、なんとか動画上げたのでお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。